皆さんこんばんは。クラウドです。メリーオカート7、マリオカート7、バージョン 1.2 のアップデートが、来てから、早くも1週間が経ちました。当初は10年振りの出来事だったので、かなりの盛り上がりを見られました。そんな伝説を作ったゲームを、古参生や復帰生も未だに、遊んでいることでしょう。いえ、一日だけでした。一週間経って日常に、戻りました。そうなのです。一番の問題点であるチーターの、消滅はアプデでは変わりませんでした。そのため世界戦はチーターが、一人でもいるだけで、レースは崩壊してしまいます。その他にも言うべきことはありそうですが。では一体バージョン 1.2 で、何が変わったのか確認していきましょう。公式サイトによると、いくつかの問題を修正しましたとのことです。まだ諦めてはいけない。e ショップの方も見てみましょう。いくつかの問題を修正しました。はい。というわけで何が変わったのか、わからないということがわかりました。何度か世界線に潜って、見て入るものの、アプデ前後で見た目上での、変化は見えませんでした。泣いた。見逃しがちですがここは重要かもしれないので、触れておきます。一人で、みんなでは更新されませんので、更新データをダウンロードしなくても、お楽しみいただけます。とのことです。つまりインターネット対戦関連の、アプデであって、オフライン状況は何も、変わっていません。バージョン 1.1 の時もそうでしたね。ウーフーアイランド1、2、クッパキャッスル1の、バグカットがオンライン対戦のみできなくなりました。つまりオフラインではできるんですよね。8デラックスはオフラインも、修正入るのに、7はオフラインの修正は入らないんですよね。ハードが 3DS。古いゲームなどという理由があるからでしょうか。失礼。少し話が逸れてしまいました。とにかくオンライン対戦での修正が入ったことに違いはないということです。もしかしたら蒸気3コース以外の極端なショートカットがオンライン対戦ではできなくなっているのかもしれません。ネオクッパシティやメイプルツリーハウスとかとか。まあ実際のところはもっとあるのですが。では結局、今回のアプデで何が変わったのか、わからないなりにも、予想くらいはできるのでそこを、考察してみましょう。まず一つ目は先ほど言ったように、バグショートカットの廃止。これだったらバージョン 1.1 の、時同様に公式サイトに、書いてそうですが、なので可能性はかなり低い。いやほぼないでしょう。二つ目、アイテムの仕様変更。ホラキラーとかかわいそうなアイテムあるやん。あれがショートカットするようになったとかあるかもしれないじゃん。まあこれだったらオフラインも、できるようにしそうなので多分違うでしょう。三つ目、キャラの仕様変更。ほらオンライン対戦同じキャラばっかりいるじゃん。そいつどうにかしたいから、それだったらオフラインも、対応させるか。四つ目、マシンの仕様変更。ほら明らかにおかしい性能してるタイヤあるじゃん。いかやく。まあゲーム関連の仕様変更の、場合、オフラインも同じようにした方が、良いから、今回のアプデでは可能性は低いでしょう。五つ目、サーバー関連のアップデート。サーバーが拡張されて、通信エラーの発生確率が、減ったとか、10年前かつ廃れてるゲームでそんなことが、まあどうなんでしょうかね。6つ目、冬のチーター版祭り。減ってるような気がするという人もいますが、多分気のせいです。これができたらもっと悪魔に、会う確率が減ると思います。てかできるんならもっと早くしてほしかった。7つ目、チートの制限。今回のアプデで使えなくなったチートが、チートが豊富なゲームで受賞されてるくらいありますからね。勝手に受賞してますが、嘘だろと思うくらいあります。
この動画でも見といてください。その中でも狂ってるチートがありましたからね。そこら辺の対策されてたらいいですね。現に見たという人を聞かないような気がするし、ウピーシュも遭遇してませんからワンチャンあるかもしれませんね。あまり触れるつもりはありませんが、それ関連の話だと言われてるのを見かけましたが、本当のところどうなのでしょうか。公式がアプで内容を曖昧にしてるのに、詳細を書いて、それもネットに上げるのは果たして、信用していいものなのか。もしそれが真実なら本人はもちろんのこと、任天堂にも問題がありそうですが。そういう点でこれに関しては、ウプ主からはこれくらいにしておきます。話を戻しますが、アプで内容で考えられるのはこのくらいでしょうか。見た目上は変わってませんが、何かが変わってるといいですね。くらいでいるのが一番良い捉え方かもしれません。何か知ってる人がいたらコメント欄にどうぞ。このアプデを受けて、今後のマリオカート7について、考えていきましょう。セブンに関係して期限が、迫ってきていることがありますよね。ソー 3DS e ショップの、サービス終了です。これがあるからちょっとアプデしとくか、的な感じで、ぬるっとアプデされた説もありますね。将来的には再ダウンロードも、できなくなると書いてあるので。バージョン 1.2 をダウンロードしとかないと、本当の詐襲まで、オンライン対戦できないかもしれません。まだ遊ぶ予定のある人は、今のうちにアプデを済ませといた方が、良いかもね。さすがに e ショップ詐襲の、話に次いで、3月付近に任天堂ネットワークサービスの、話が来るのではないかと思ってます。それか2月くらいに任代があるので、そこでこれ関連の話があるでしょ。多分きっとおそらく。セブンだけでなく 3DS、Wii U のオンラインで遊べるソフトすべてに、関係することだから、急に明日詐襲するなんてことはないでしょう。告知してから1年くらいは、猶予があるんじゃないですかね。長々と話しましたが、マリオカート7の寿命は、今回のアプデで伸びたかと、言われたらそんなことはないと、思います。正直言って何も変わらなかったですから。今回のアプデについてコメント欄にて、皆さんのご意見を聞かせてください。今後のマリオカート7に期待することや、最終的にはどういう方向に進むのかなどなど、もしかしたら運営に届くかもしれませんね。確率はマリオカート7から、チーターが消滅するくらいだと、思いますが。ちなみにウプ主が今後のマリオカート7に、期待することは。我が救済と、君の安らかなる眠り。